リオマジョーレは、イタリア共和国リグーリア州ラスペツィア県にある人口、約1400人の基礎自治体。リグーリア海岸に位置するリオマジョーレの本村とマナローラの集落は、チンクエテッレと呼ばれる継承地に数えられ、世界遺産にも登録されている。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。リオマジョーレは、ラスペツィア県南部に所在し、 リグリア海に面したリグーリア海岸に位置する。チンクエテレを含むコムーネの中では最も東南に、あるコムーネで、ケントラスペツヤから西へ 7km、ポルトベーネレから北西へ 9km、レバントから南東へ 13km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、イタリアの地震リスク階級では3に分類される。 ラスペツや県コムーネの中心集落であるリオマジョーレの集落はコムーネ南部に位置する。リオマジョーレ本村はチンクエテッレの5つの集落のうち最大の人口を持つ。コムーネ北部には海に向かってマナローラの集落があり、チンクエテレの1つに数えられる。北部内陸部にはボラストラ、グロッポがある。この村の記録は13世紀に遡り、 特徴的な歴史と特産のワインで知られている。国立統計研究所によれば、2001年、国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り。リオマジョーレーキラスペツヤとレバントとの間にある、リグーリア海岸の5つの集落は、チンクエテッレと総称され、継承地、観光地として知られている。海岸と山麓は、チンクエテレ国立公園に指定されている。 なお、マナローラは、自治体としてのリオマジョーレに含まれる、分離集落である。リオマジョーレの集落は、チンクエテルの内最東端に位置しており、ラスペツヤから出発した旅人が最初に出会う村である。リオマジョーレの集落には、小さなビーチと、高い建物に囲まれた鳩場がある。目抜き通りとしてコロンボ通りがあり、多くのレストランやバー、店がある。愛の小道は、 チンクエテレの次の集落であるマナローラへと続いている。リオマジョーレはイタリア印象派の画家テレマコシニョリーニに多くのインスピレーションを与えた。ありがとうございます。